はいどうもこんにちは。この動画では東京グールのように目の色を変えていく方法をご紹介します。今回のアクションステップはこちら。今回はアフターエフェクツでモーショントラッキングと色を変えていく方法を学んでいきます。まあぶっちゃけカラコン入れれば一発なんですが、カラコンはないけれども急遽グールにならなければいけなくなった人は今回の内容を参考にしてみてください。それでは早速本編を見ていきましょう。アクションということで、まずはアフターエフェクツで新規コンポジションを作成しておきましょう。名前はグールにしておいて、横1920、縦1080のアスペクト比で作ります。尺は10秒ぐらいです。そしたらここにあらかじめ撮影しておいた目が映っている映像をぶち込んでいきましょう。今回はこの瞬きをした後に目がグールの目に切り替わるようにしていきます。ということで、黒目が映っている箇所で、まずは目の動きをトラッキングしていきましょう。ウィンドウのところとかでトラッカーのパネルを表示しておいたら、ここでトラックモーションをクリックします。よくわからないスコープみたいなのが出てくるので、これをトラッキングさせたいところに持っていきましょう。コントラストがあるところの方がトラッキングはしやすいので、今回は瞳に映り込んだ白い光をトラッキングさせていきます。そしたらコマンド、オルト、シフト、Y でヌルオブジェクトを作成しておきます。このヌルに対してこれからトラッキングさせた位置のデータを記録していきます。ということで、このエディットターゲットのところでターゲットを編集するのですが、ここはヌルの指定をしていれば OK。そしてこの矢印ボタンを押すことによって自動的にトラッキングされていきます。さあ、するとこんな感じでカグネが獲物を捕らえるかのように追尾してトラッキングが完了します。もちろんこれよりも前もトラッキングできますので、この後ろのボタンを押して追尾させておきましょう。はい、ストップ。やりすぎは注意です。さあ、これで追跡 OK であれば、アプライのところで適用させておいて、このトラッキングされた位置のデータを先ほどのヌルオブジェクトに適用させていきます。すると、ヌルオブジェクトにもこの位置情報が受け継がれていますね。さあ、これを使って、今度は赤くした瞳を使って、この動きに合わせていきたいと思います。ということで、まずやることは、トラックマット用のシェイプを作りたいので、コマンド Y で新規平面を作成しておきます。名前はピューポー、もしくは赤眼にしておいて平面の色は黒にしておきましょう。これだと見えにくいので平面は表示にしておきます。さあ、この状態でペンツールを選択しておいてから瞳の周りをペンツールで囲んでいきましょう。ペンで囲み終わったところですかさず平面を表示してみます。すると今ペンツールでなぞったところがこのように表示されるようになってますね。光を失った目です。ハンターハンターとかにも出てきそうですね。さあ、そうしたらこの平面のピックウィップを引っ張って、さっきのヌルオブジェクトにくっつけます。すると、ヌルの位置と同じ動きをしますので、今作ったシェイプは瞳に合わせて動くようになります。どうやらちゃんと追尾されてますね。ただ、このままだと見てお分かりの通り、瞬きをしたところでもこの瞳がいつまでも表示されてしまっています。なので、瞬きのところはこの瞳を隠していきます。キーボード M でマスクパスを表示しておいて、キーフレームのスイッチをオン。そうしたらタイムラインをずらしておいて、まぶたに合わせてペンツールでマスクの形を変えていきます。細かい作業でイライラするかもしれませんが、その時は人を襲う前にコーヒーでも飲んで落ち着いてください。なお、今回の編集でグール化してしまって CCG グール操作官に目をつけられたとしても、私は一切責任を負いませんので、その時はアンテイクにでも逃げ込んでください。さあ、とまあこうしている間にマスクパスの設定も最後までやり終えてきて、これで一応瞳の部分をカバーすることができました。再生してみて違和感なくトラッキングできていたら次に進みましょう。この下の映像のクリップをコマンディで複製しておいてから、このトラックマットの設定をアルファマットに指定します。これをすると上にあるオブジェクト、つまりさっき作った黒いシェイプの部分だけこの映像素材が表示されるようになります。なので、瞳部分だけをこんな感じでくり抜くことに成功したわけです。ナルトの最後の方でシャリンガンを簡単に取ったり入れたりしていた時みたいですね。さあ、そうしたらこの瞳だけのレイヤーに対して、エフェクトのところからエクスポージャー、日本語で露出量とか露光量という意味ですが、これを適用していきましょう。これから赤い瞳を作っていきます。エクスポージャーを追加すると光の量を調整することができますので、ここで数値を上げていって瞳の明るさを上げていきます。若干明るくなって茶色っぽくなれば成功です。日本人の瞳とコーヒーはよく見ると茶色いですからね。そしてエッジが不自然な場合はマスクのところを開いておいてから、ここでマスクフェザーでぼかしをしておいたり、拡張したりしながらいい感じに調整していきます。
まあこんな感じでしょうか。ここら辺は後で一気にやっていきますので、次に行きましょう。続いてはここに Hue and Saturation、色相サイドを適用して目の色を変えていきます。ここでサイドの数値を上げることによって茶色が増して、これだけでもいい感じに見えるようになります。そうしたらさらに色を赤にしていくために、今度は Change to Color、 色を変更というのを使って特定の色を変更していきます。さっきの作業で分かりやすく茶色にしてあげたので、ここで茶色い色を選択しておいてから変更する色を赤にしていくことによってグールっぽくなりますし、もちろん青とか緑にもすることができます。ここでも変更した時の瞳の色ですが、サイドは 100% にしておいてからソフトネスのところでよく馴染むように 100% にまで上げておきましょう。するといい感じの瞳になります。もう一丁細かい調整をしたい人向けに、この下にさらに色相サイドを提供しておきましょう。これを使うと目の全体的な色を変えることができます。今回はこれでより自然な赤に指定しておきます。さあ、するとこれで瞬きをした後に瞳の部分が赤くなる効果は完成しました。もちろん最初の段階で両目を赤くしたければ2つともマスクを切っておけばいいかと思います。ただし今回は赤眼のグールの方が珍しいということで、片目だけグール化させていきます。別に両目を編集するのが面倒だとかそういう理由ではないんですからね。本当に面倒だから片目とかそういうわけではないんだからね。本当だかんね。さあ、とまあここまでできたら、今度は今作ったこの瞳の下に白目の部分を黒く変えたものを配置していきましょう。ということで、ここでコマンド Y で新規平面を作成しておきます。名前は Black Eye、 アメリカのバンド名みたいな名前ですね。ここでは平面の色は白にしておいて、これで Pump It。 そしたらこの平面はさっき作った瞳の下に配置しておきます。あとは瞳と同じなのですが、表示にしておいてからまずヌルオブジェクトにピックウィップをくっつけておきます。これで一応トラッキングはできてます。そしたら先ほどと同様にペンツールを使って白目の部分をペンで囲んでいきましょう。黒目と白目のどちらの世界にも居場所を持てる唯一の存在という感じで作っていきます。そしたらこれを表示しておきます。またこれもマスクのメニューで境界線をぼかしてみたりしながらいい感じになじませておきましょう。あと拡張とかでも調整しておきましょうか。さあ、するとこれでトラッキングされる白いシェイプはできてますね。これまたマスクパスのキーフレームを打っていきながら、瞬きするところをどうにか表現していきます。 VFX はこのマスクを一個一個動かしていく作業がちょっと面倒かもしれませんね。まあこんな感じでできれば上出来。さあ、するとこのようにトラッキングされた白いシェイプが出来上がるわけですが、このシェイプはこれから黒くしていきます。エフェクトからまずはカーブを探し出してこれを適用します。この端っこがハイライトの部分なので、これを下げることによってハイライト、つまり明るさを下げることができます。まあこれだけでもいい感じではあります。そしたら今度はこれに対してエフェクトからティンツ、もしくは色かぶり補正というやつを提供します。これまた色をマッピングするときに使うやつなので、この白を選択しておいて色を変更することによって白を何か別の色に置き換えてくれたりします。他に個人的に質感を出すためにはタービレントノイズなどを使います。これを使って例えばコントラストを上げておくとこのように模様ができます。タイプをダイナミックプログレッシブにしておいてから反転させると少し網目状になりますので、血管のようなものを表現できるのです。明るさなんかはそれぞれ調整しながら見ていきます。このトランスフォームを開いておいてから大きさを下げていくことによってより細かい模様を表現できますね。このタービレントノイズを最初に適用している状態で色を調整していくと多少質感のあるブラックが出来上がります。あとはこれでカーブであったりティントを重ねていくことによっていい感じの黒目が出来上がりますので、いろいろと試してみてください。さあ、とまあこれで見てみてエッジとかが不自然でなければ、また境界線のぼかしとかを調整していけばいいでしょう。さあ、するとこれで赤眼のグールが出来上がりです。もう赤眼の王と名乗ってもいいかもしれません。とまあこんな感じで、グールでなくても目の色を変えてみたいときには今回のトラックモーションからの色の変更のテクニックを応用してみてください。ただしこれを見ているグール諸君、私のことを食べようとするのはやめてくれよ。ということで今回の動画は以上です。それではここまで見てくださり本当にありがとうございます。スキルを身につけ新たな世界へ挑戦するヒーローとなれ。いつか会える日を。